12月の、えー、今日29日日曜日ですね日曜日の夜今は8時20分ぐらい夜の8時20分ぐらいでございますまあ今日はですね、まあ、少しあの昨日の動画見返してみて、えー、YouTube 見返してみて、まあ、ちょっと気になるなというちょっと語弊があるかなみたいなところが <laughs> あったのでそこをねちょっと説明しますとまあ,あの僕が中学校ぐらいのね中学生ぐらいの頃にまあイタリアンとかね なんかそうイタリアンかだと思うんですよね言ったみたいな話を昨日させていただいてるんですけれどもあれはですねちょっとねあのー、まあ感覚それぞれの感覚で皆様のこうイメージがあるかと思うんですが僕すごい田舎な、えー、出身でありまして、まあ、鹿児島県なんですけれども港町 ですねまあ、どちらかというともう港町で言った方が分かりやすいのかなその当時はですね僕が小さい頃っていうのはまだ全然あの栄えてまして魚とかがですね、えー、上がる港があるのですごい栄えてるところなんですよ、まあ、そ,うそういう小さなあの港町の発展したようなイメージなんですけれども、まあ、海のものも非常においしいですし山のものもおいしいとでまあそれプラスアルファあの精肉店っていうのがあって、えー、生きた あの牛さんとかね豚さんをこう肉にする工場もあるような地域でございましてまあ非常にまあ食に関してはすごい新鮮な美味しいものがたくさんあのすごいお安くね手に入って食べられる地域ではあるんですけれども多分そこに目をつけたある一人のシェフがそういう小さい町なんですけれどもなんかな狭いね道路を渡ってまあ当時の印象記憶ちょっと薄いですけどもまあすごいね狭い道の中で。 まあそこまでね、綺麗な建物ではないんですけれども、そのビル、ビルがあって、ビルも若干あったんですよね。4階建てとかかな、3階建てかな、その2階ぐらいをかしあの借りて、えー、経営してた、フラン、フレンジ、イタリアンなのかな、今、今はね、ちょ,ちょっとわからないですけどね、記憶がね、ありまして、唯一ね、そこぐらいしか多分なかったんですよね、当時。 そのそのいっぱいあるようなイメージですけどイタリアンって言ったらまあそこぐらいしかないかなみたいなあとピザ,ピザ屋さんが1軒あるかなぐらいのそういう街なんですけれどもねもうそ,そこしかないみたいなところでまああのー、まあ親がですねやっぱり1回ぐらいねあのフォークとナイフの使い方を教えるために連れて行かないといけないって言ってもう頑張りに頑張って、えー、ようやく1年で1回行くか行かないかぐらいの感じで連れて行っていただいた時のまあ印象ですかねそそこでなんか食べてたうういう 話を昨でお肉屋さんはねやっぱり精肉っていうかねその新鮮なお肉が安く手に入るような町だったのでお肉を卸す精肉店もまあその当時多かったかなまあ今もありますしね。 で、まあ、それを使った焼肉屋さんなのかなそういったお肉に関しての,あのお肉屋さんも多かったので焼き加減とかも、えー、分からないままそ,そんな種類があるんだなっていう知識があった中のお話でございますので、まあ、僕がそんな、えー、しょっちゅうね言ってたようなそういう印象に捉えた方もいらっしゃるかもしれないですがそういうわけじゃなくてもう親がね辛抱,しし辛抱して辛抱してなけなしのねやっぱりこう。 もう連れて行かないといけないいいとけ教育のためにみたいな感じで連れて行っていただいたお店がそういうお店でございましたそれはもう後々になってからね、えー、親に聞いたらまあそういう事情だったみたいなね子供もでは全然わからないですからねもう外食するってことに関してはもうそれだけですごい豪華なイメージが、えー、あった えー、その1コマでございますほんの1コマもう1万分の1ぐらいの1コマの話を昨日ちょっとね膨らまして5分ぐらい話させていただいた感じですね。はいということでもう4分ぐらい経ちましたけどね早いもうほんと5分ぐらいで今日もね、えー、上げてみたいなと思って昨日の、えー、アンサー YouTube みたいな感じからスタートでございますけれどもまあ今日はね簡単にあと1分ぐらいで終わるような感じでいきたいと思います。まあ、ブラッシュの、えー、書き方 ね、ブラッシュが書いてる頭の中の書き方、まあ、例えばね平仮名「あ」からいこうかな「まあ」でも「い」いでもいいんですけれども「まあ」あというこういうね「あ」って書くじゃないですか、まあ、これ通常書けばね「あ」って書け,けば「あ」は書けるんですけれどもここか見えないな、まあ、この「あ」がなんでこうなったかっていうと、まあ、この図,が図をですねもうくるっと、えー、ここに書いて面白いな黒板みたいになってるけど300 60度頭の中でで回転させるんですねこの図を「あ」っていう字はこういう字だそれを360度こう回転させて書くだけですあとはまあ書き順にまとらわれて書くとあこれが1かとで次が2だからここのね12か、えー、1上がって2かみたいなねそして、えー、3が来て4みたいなこういう書き順が通常の正しい書き順だけど。 まあこれをまあブラッシュなりに「あき書き順いやいいとそれはパフォーマンスだ」ってことでこう作り上げていったのがもうこういうね逆から書く逆から書くというかとらわれない、えー、書き方で出来上がって形を作ってい、えー、ってまあかれこれ、えー、かれこれ15年ぐらい経ちましたっていう、えー、15年くらい経ちましたよてんてんてんみたいな感じで出来上がってる、えー、ブラッシュの反対の文字でございますね。 えー、ということで、まあ、一文字「あ」だけでちょっと説明しましたけれどもこれは文字で、あのー、言ってるだけでただまあポイントはこのね360度っていうところが肝心なところでございまして、まあ、どんな感じどんな模様でもその絵を360度頭の中でひっくり返して文字に落とし込んでいくそれで書、まあ、ける文字が、まあ、逆さ文字っていうねこういうね逆の文字でございますね。「逆さ」っていうね逆さ文字。 なのでまあこれはね誰にでもできることでありましてこれはねやって楽しんでいただけたらと思いますまあ正月になんか文字を書く機会がねあるとは思いますまあ年賀状のお返しとかまあそういうところとかね、えー、筆を使う機会ペンを使う機会あれば是非、えー、ね、えー、彼女彼氏もしくはお子さんと一緒にとかね、えー、ちょっと脳トレの代わりとして一文字でもいいのでネズミなのでネズミって結構難しいんですけどねまあこういうふうにね「ねまずみ」と。 とといいいう感じで、えー、書くこの文字でで、えー、で書書くくここの文字すすらら反対をねやってみてみ楽しんたただけたらと思いますなんか福笑いを目隠して組み立てるのと同じような感じで、まあ、自分のお名前でもいいですしねお花のねこ,うこの1文字のこの「花」っていう文字あるじゃないですかこういう花を描、えー、くだけでも脳もトレとして、まあ、バランスとかも自分で頭の中で組み立てながらこういうふうにね反対に描くことによって書ける、ね、花。 というのがありますのでぜひ、ね、チャレンジしてみてくださいませまあ、今日は昨日のアンサー動画とでちょっとしたブラッシュの描き方ブラッシュの書き,き方っていうのかななんていうのかな、えー、文字の作り方ちょっとね説明いたしましたちょっとねオーバーして7分過ぎましたけどねまたよろしくお願いいたします今日はこんな感じでありがとうございます 寒くても心は強く持つ何もないところから始まりまだ一から何かを想像日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わるそれも本能的に